初めてオーストラリア来て、まあ、ワンシーズンやったんですけど、まあ、去年も優勝こうやってグランドファイナル優勝できたけどできたんですけど、まあ、去年とは違ってやっぱワンシーズン戦えたってことが一つ自分の中で大きな経験になったかなと思います。まあ、優勝はできたんですけど個人的にはやっぱ悔しいシーズンだったかなって思うんで、来年はもっと自分に何が足りないのかっていうのをもうちょい考えて来年に向けてまたシーズン休んで一回また準備したいと思います。よし、はい、じゃあ待っていいよ。お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、もういいですか。もういいよ。えーい、お疲れ様でした。またね。